ラベーナはイタリア共和国エミリア・ロマーニャ州にある人口約15万人の基礎自治体。ラベンナ県の県都である。古代ローマ時代から中世にかけて繁栄した都市で、ラテン語ではラヴェンナと呼ばれる。西ローマ帝国や東ゴート王国が首都を置き、東ローマ帝国ラヴェンナ総督領の首府であった。ラヴェンナの初期キリスト教建築物群はユネスコの世界遺産に登録されている。標準イタリア語以外では以下の名称を持つ。ラヴェンナはラヴェンナ県の東部に位置し、フェラーラから南東へ 66km、州都ボローニャから東へ 69km、フィレンツェから北東へ 105km、ベネツィアから南へ 114km の距離にある。歴史的にはアドリア海に面した海港都市として築かれたラヴェンナであるが、現代のラヴェンナ市街は内陸に所在しており、海との間は直線距離で 8km ほど離れている。ラヴェンナ市街とアドリア海との間は運河でつながっている。コムーネとしてのラヴェンナはアドリア海に面し、長い海岸線を持つ。ラヴェンナ市街とアドリア海を結ぶ運河の出口にあたるマリーナ・ディ・ラヴェンナはイタリアの重要な港湾の一つである。コムーネの面積は652平方キロメートルに及ぶ。これはイタリアのコムーネでは第2位の面積でラヴェンナ県の面積の約 1/3 を占める。ラヴェンナ県外略図隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り。FC はホルリチェゼーナ県、FE はフェラーラ県所属。ローマ以前ラヴェンナの発祥は明らかでない。最初の定住地はティレニア人、テッサリア人、またはウンブリ人、エトルリア人によるものと多様に言われている。ラヴェンナは湿地帯の型の中にある小島群上に堆積物を基礎として建てた家から構成された。数世紀後にできたベネツィアと成り立ちが似ている。ローマ人はポー川デルタ地帯を征服した間に、後にラヴェンナとなる定住地を無視した。しかし、紀元前89年に連邦制の町として共和制ローマの中に受け入れた。ローマ時代紀元前49年、ユリウス・カエサルがルビコン川を横断する前に自分の軍をこの地で集結させた。紀元前31年、マルクス・アントニウスとの戦い後、アウグストゥス帝がラヴェンナに艦隊用軍港、クラッシスを築いた。この港は、最初は城壁で守られた重要なローマ海軍の基地であった。現在、市は、海から切り離されたが、中世初期までラヴェンナは、アドリア海の重要な海港のままだった。ゲルマン遠征の間、ゲルマン人族長をアルミニウスの未亡人、トゥースネルダとマルコマンニオ、マルボドゥースは、ラヴェンナで監禁されていた。ラヴェンナは、ローマ支配下で大いに繁栄した。トラヤヌス帝は2世紀初頭、70km の長さのローマ水道を建設した。402年、ホノリウス帝は西ローマ帝国の首都をミラノからラヴェンナへ遷都した。遷都には第一に防衛目的があった。ラヴェンナは泥沢地と湿地に囲まれ、そして東ローマ帝国の軍との行き来に安心であった。しかし409年、西ゴート王アラリック一世は簡単にラヴェンナを迂回し、ローマへ向かって略奪をし、人質として、テオドシウス一世の王女がアッラ・プラキディアを連れてきた。多くの変遷の後、ガッラ・プラキディアは息子ヴァレンティニアヌス三世と共にラヴェンナへ戻り、甥いテオドシウス二世を支援した。ラヴェンナはキリスト教が宮廷で厚遇されると平和の時代を謳歌した。そして市は最も有名な世俗とキリスト教両方の建造物を獲得した。東ゴート王国の首都テオデリックの宮殿のモザイク476年、西ローマ帝国が滅亡し、東ローマ皇帝ゼノンが東郷島テオドリックをイタリア半島再獲得のため送り込んだ。ベローナの戦い後、オドアケルはラベンナへ退却し、リミニが攻略され、ラベンナの補給が断たれるまでテオドリックに3年間包囲された。ラベンナは東ゴート王国の首都となった。493年の後、テオドリックは世俗と信仰の建物のためローマ人建築家を雇い入れた。テオドリック宮殿は付属建築物であった。テオドリックと家臣たちはアリウス派であったが、ラテン人らと平和に共存していた。526年にテオドリックは死に、後を継いだ娘アマラスンタは535年に殺害された。東ローマ帝国ラベンナ総督領6世紀のキリストのモザイクが、長髪で髭を伸ばし、ギリシャローマ風の聖職者が王族のような衣装を着ている527年に即位した東ローマ皇帝、ユスティニアヌス1世は、ローマ帝国復興と正統教義擁護を掲げ、東ゴート支配にも、キリスト教アリウス派にも反対していた。東ゴート王国の内紛による混乱に乗じたユスティニアヌス1世は、535年に将軍ベリサリウスらを派遣して、イタリアに侵攻した。540年、東ゴート王イティギスは降伏し、ベリサリウスはラベンナを占領した。ラベンナはイタリアにおける東ローマ帝国政府の所在地となった。ラベンナでの帝国の復活もクラシス公の恩恵を受けた。時に町は古代後期のポンペイだと言われた。この時代を代表する遺跡はサンタポリナーレ・ヌオボ聖堂で、教会内には聖アポリナレスの聖遺物が置かれている。しかしたとえクラシスがローマ時代に作られたとはいえ、ラベンナの成長が著しかったのは帝国の末期であった。ラベンナの港としてクラシスは6世紀から7世紀の鍵となる交易の乗港口であり、イタリアアドリア海沿岸の主要港であった。皇帝マウリキウスはラベンナに総督府を置いた。これがラベンナ総督府で知られる。この時、ラベンナの形状紙が書かれた。6世紀から7世紀にかけ、総督領は、ロンゴバルド王国とフランク王国に脅かされ、聖像破壊運動によって、東西のキリスト教会は裂かれた。教皇庁とコンスタンティノープル総主教庁との競争が苛烈を極め、総督領の状況は支持されなくなっていった。リュトプランド王時代のロンゴバルド王国が712年に、ラベンナを占領した。しかし東ローマ帝国に死を返還させられた。751年、ロンゴバルド王アイストゥルフがラベンナ征服を継承し、この前後に最後のラベンナ総督エウティキウスが戦死した。北、イタリアでの東ローマ支配は終わった。ピッピンの寄進と教皇領級東ローマ帝国領を狙うローマ教皇ステファヌス2世は、フランク王国の小ピピンに加勢を求め、ロンゴバルド王国を攻撃させた。旧総督領の征服を完了した小ピッピンは、征服した土地を教皇へ寄進し、784年にラベンナは教皇領となった。その見返りとして、小ピピンの子カール大帝は、教皇庁から後押しを受けるようになった。ハドリアヌス1世は、カール大帝に対し、ラベンナから好みのものをどんなものも与えると認めた。カール大帝は3度の遠征で略奪を行い、ローマ時代の円柱、モザイク、像、その他持っていける品物を多くの数取り除き、彼の首都アーヘンを富ませた。教皇庁支配のもと、ラベンナ大司教はローマ教会からの独立教会の立場を謳歌した。東ローマ支配下で特権を獲得していたのである。リュードルフィング朝の皇帝らの寄進のため、ラベンナ大司教は、教皇庁の次に、イタリアで2番目に裕福であり、時に、教皇の世俗的な権威を変えることができた。1198年、ラベンナは反皇帝のロマーニャ同盟を率い、教皇は同盟を従属させた。シニョーリたち、ベネツィア共和国ラベンナのポッポロ広場1218年の戦争後、トラベルサーリ家がラベンナ支配を行い、1240年まで続いた。短期間の皇帝代理支配後、1248年にラヴェンナは教皇領へ戻り、ダポレンタ家が1275年まで長期のシニョリーヤ制を敷いた後、トラベルサーリ家が再び実権を掌握した。この時代の最も有名なラヴェンナ住民は、フィレンツェから追放されていたダンテ・アリギエーリであった。ダポレンタ家の最後のシニョリ、オスタジオ3世は1440年に、ベネツィア共和国によって追われ、ラヴェンナは、ベネツィアの領土に併合された。ベネツィアによる支配は1509年まで続き、ラヴェンナ周辺は、イタリア戦争の過程で侵略された。1512年、カンブレー同盟戦争の最中、ラヴェンナはフランス軍に略奪された。教皇領への復帰ベネツィアが後退させられると、ラヴェンナは再度教皇領の一部として、教皇の全権委任大使による支配を受けることになった。1636年5月、市は凄まじい洪水で被害を受けた。続く3世紀以上、運河網が近くの河川の流れを変え、湿地を干拓した。洪水の発生する可能性が減り、市の周りに広大な農業用のベルト地帯が作られた。1796年まで教皇領であったラヴェンナは、フランスの傀儡国家、チサルピナ共和国に併合された。ナポレオン没落後の1814年、教皇庁へ戻された。1859年、サルデーニャ王国軍に占領された。1861年にラヴェンナと周囲のロマーニャ地域は、新規に統合されたイタリア王国の一部となった。第二次世界大戦では、1943年9月から1945年4月までの間、連合国側による攻撃にさらされた。イタリア解放のための攻撃に耐えたラヴェンナを称え、1951年5月19日にバロール・ミリターレ金勲章が共和国政府から与えられた。ガッラ・プラキディア平等内部、ガッラ・プラキディア平等の天井モザイクラヴェンナのドゥオモ・サン・ジョバンニ・エヴァンジェリスタ、教会ブランカレオーネ城のシタデル6世紀末からの急速な衰退と、その後ラヴェンナが重要な都市にはならなかったことによって、市内及び郊外には、西ローマ、東ゴート王国及び東ローマ帝国の文化遺産が点在する。これらの建築物は、ラヴェンナの初期キリスト教建築物群として1996年に世界遺産に登録された。その他にも以下の史跡がある。ダンテの墓場論は、イタリア貴族で若い人妻であるテレサ・グイッチョーリ。伯爵夫人と恋に落ち、1819年から1821年までラヴェンナで暮らした。ここで彼はドン・ジュアンとラヴェンナ日記を書いた。オスカー・ワイルドは1878年にラヴェンナというタイトルの詩を書いた。ロシアの象徴主義詩人。アレクサンドル・ブロークは、1909年春のイタリア旅行に触発され、ラヴェンナというタイトルの詩を書いた。ドイツの詩人ヘルマン・ヘッセは旅行の最中、彼はラヴェンナを訪問し、触発された2編の詩を書いた。ドイツの作家ハンス・カロッサは、1938年から1942年、執筆。1947年刊行のイタリア紀行においてラヴェンナの思い出を記している。ダンテ・アリギエーリは政争に敗れてフィレンツェを追放された後、1317年頃からラヴェンナに留まり、新曲を完成させた。ダンテの墓はラヴェンナの中心街にある。同じダンテ・アリギエーリ通りにダンテ博物館もある。地域には複数のラムサール条約登録湿地がある。例の川口部の砂丘湖、ソカディベローキオ、バリレジデューデルコンデンソリオディコマッキオ、プンテアルバー、ピアラッサデラバイオナイ、リセガ、オータアッツォイーオータジーノである。ラヴェンナは重要な商業、観光港を持つ。ボローニャ、またはベネツィアからの高速道が通る。ローマからの最短の道路は E45 号線である。その他に南イタリア方面とつながるアドリアティカ道が通る。鉄道駅はボローニャ、フェッラーラ、ベネツィア、ベローナ、リミニへの路線がある。最も近い空港はホルリ空港とボローニャ空港である。ありがとうございます。